つまり大砲の一撃を食らっておいて失ったのは足一本。正直驚いたな。今はどうしているんだ。かの人には我らが道具や物資を供給しておる。以来薬室にて働いておられる。上様のために戦いに加わりたいみたいだったわ。けどどうやって成し遂げるつもりなのかしら、その障害で。なーに、すぐにわかる。密偵はどうであった、隼人殿。藪の御殿を見てきた。広くて守りは固い。塀で囲まれていたが、ユキが中に入れるところを見つけた。頼もしいな。そういえばユキ殿はどこにおるのだ。はい、お侍さん。無限よ、若い衆は実に好奇心があるの。会えて嬉しいよ、じいさん。おお、若い忍びの隼人じゃの。わしも嬉しいぞい。琢磨殿、もう準備が整いましたか。え、ちと体が鈍ってしもうたかの。荷物は軽く感じるわい。では作戦を話し合おう。藪大名の悪行は明るみになった。影様とつながっているだけかもしれないが、拙者は奴こそが張本人だと考えておる。方法は一つしかないな。奴に近づくにはもう動いた方が良さそうだ。奴が直に我らに気づくのは間違いない。最も危険な作戦になるかもしれぬな。ならその心構えが欲しいの。これを一人一人に作ったんじゃよ。火縄銃か。見たこともないほど小さいが、よくできているな、じいさん。最終手段として使うんじゃ。わしの一つ目の貢献じゃ。次のは藪討伐となるじゃろう。なら俺が一緒に行くぜ。あらゆる助けが必要だろう。私も行く。ありがとう、感謝するぞい。よし、必要なことは何でも協力いたそう。では拙者は江戸へ向かう。上様へ計画をお伝えせねばなるまい。なら私も共に向かうわ。戦場以外で二人でいられるのは久しぶりになるわね。嬉しいことだ、愛子殿。では準備をさせていただこう。つまりこの三人だけで警備のきつい御殿にいる大名様に対抗するってわけか。見込みの低い作戦だな。盗まれたがってるものもあるだろうけど、その子たちのためにやるんじゃない。藪大名を倒すため。傭兵と子供、どんな物語になるんじゃろうの。以前より数が多いな。藪の挑戦ってわけか。わしが逃げたのも知っておる。奴が警戒するのも当然じゃ。鎧で武装した護衛が3人中庭にいる。正面攻撃はすべきではなさそうだ。お茶を飲んでるよね。なんだ、いい犬だ。いつも小さな島のところでお茶を飲んでるのよ。ほう、いい作戦じゃの。この薬を持っていきなさい。こいつを飲み物に少し混ぜてやるんじゃ。あの塔はどうだ。あそこから射撃できるんじゃないか。奴を外に呼び出せれば可能じゃの。護衛たちが奴の死を見るってこと。そしたらみんな一斉に私たちを探し始める。ならもらった火縄銃をついに使うことになりそうだな。
その時まで使うのを取っておくべきじゃ。それと爆弾も持っておる。緊急の時のためにの。ほう、そいつはよかった。よし、始めよう。水のように動け。手裏剣を使おう。手に準備はできている。近道をする必要がある。そうだね、さあ足上に行こう。若い力じゃの。手裏剣術、狙いは外さない。何か考えつかない。突入する。あ、便利だ。静かに。どのぐらいじゃろうか。分かったわ。いい考えじゃね。いい策じゃ。の間じゃ誰も気づかんわい。蛇みたいに巻いてるわ。突入する。静かに。水のように動け。命だけは。音を立てるな。立ちますよ。水のように動け。静かに。水のように動け。
つまり書類をなくしたということか。それでは誰でも鶴山に来られてしまう。お許しください。ヤブ様の護衛も攻撃され、タクマが逃げました。愚かなやつじゃ。幕府の武官がタクマを救出させおったな。以前老いた方は我を殺そうとした。将軍がここまで来ぬのなら、タクマが来るであろう。貴様の無能の代償がどの程度か理解できたか。ははあ、ヤブ様、失敗いたしました。心より恥じております。この卑しい私めに切腹をさせていただけますか。あ、いいだろう。せめて品位を持って死ぬがよい。お前、介錯人を務めよ。ありがたき幸せ、ヤブ様。すぐに取り行え。将軍め、紙と筆を用意しろ。影様へのお手紙をお書き申し上げる。残りのものは死体を片付けておけ。妻と茶を飲む前には終わらせろ。奴は影様ではないようだ。そのようじゃな。じゃが、されとて同じ。ヤブ大名は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろ。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃが、こう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら、影様を支え続けるじゃろ。悪いやつね。わかってる。どうします、隼人先生。いいさ。復讐したいってんならな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。待っても無駄だな。手裏剣が使える。突入する。手に入れた。ここ水のように動け。近道をする必要がある。突入する。手元は確かじゃ。いい考えじゃの。いい策じゃ。いい眺めだ。おお。何あれ。重傷を強化せんとな。足に銃。たくま先生が作ったんですか。隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわい。水のように動け。はっ。突入する。手裏剣を使おう。どこに引きやがった。何かあるぞ。手裏剣術。
せっ、いやっ、おっ、気のせいだろうな。水のように動け。俺らを守ってくれ。突入する。静かに。助けを。鍋の中を張ってるのか。突入する。茂みに隠れて。静かに。拙者は騙されんぞ。何だよ。誰かいるのか。よいぞ。花火の準備はできたぞい。幽霊は得意じゃないのに。油断するな。俺は騙されんぞ。ここ一帯を探すんだ。行け。いい爆発じゃ。神道滅却。音を立てるな。水のように動け。静かに。ほう、面白そうじゃの。いい策じゃ。景色でも楽しまんかい？道があったと思うけど。へい。どこだっけ？落ち着け。集中だ。侍が門に。無限の力はないのじゃ。じゃがの、侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。差し足。道がないぞ。我ながら上出来。狐が狩り中よ。こそこそと。いいわ、やつら板には気づかない天才だわ、ハヤト先生。壁を乗り越えるのに使おうか。俺が聞いたのはその逆だぜ。立てるな。なぞなぞかな。そのうちみんな忘れるぞ。抜き足。俺が敵の気をそらす。突入する。水のように動け。音を立てるぞ。ことを何でも鵜呑みにするのか。準備完了。刃が血を欲しがっている。水のように動け。
突入する。手裏剣を使おう。待つのって退屈。手裏剣術。せっせっせっ。いただくぞ。手裏剣が使える。突入する。よいぞ。以前ならじゃが、もう無理じゃ。誰も気づかんわい。いつでも準備はできている。いい策じゃ。何も不自由することはない。ああ、少しの間じゃ。数よりも腕だ。静かに。刺し足。落ち着け。水のよう中だ。猫と鳥。できるわよ。我ながら上出来。簡単ね。小刀さん、起きてよ。忍びみたい。待っているぞ。刀を使うか。はっ、うん、音を立てるな。水のように動け。我が刃は鋭い。準備いいわよ。今行くわ。そう、静かにね。小刀さんはお休み。楽しいわね。お茶をお出しするのよ。
神道滅却。何か考えつかないと。静かに突入する。地隠れの術。待つのって退屈。見張りがいる。中にいるよ。音を立てるな。すごく鋭いわ。静かにね。仕事だ。みたい。こそこそと。静かにして。我ながら上出来。静かに。猫と鳥。島も守られているのか。蛇に毒を入れないといけない。嫌な感じね。つけ、俺が敵の気をそらす。突入する。ここネズミの歯。早い担当さばきじゃ。過酷な毎日じゃったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるのに、そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。ああ、なかなか面白い設計じゃな。お主のものか。うん、いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子とても興奮するわ。そうなのか。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえんか。はい、いいですよ。差し足、キツネが狩り中よ。我ながら上出来。静かにして。小刀さん、起きてよ。お茶でございます、大名様。いつでも準備はできている。手裏剣術。あー、ぬるいぞ。茶がぬるすぎた。便利だな。
手裏剣を使おう。せっ、やっ、手に入れ、突入する。仕掛けがいっぱい。我が刃は鋭い。おう、そうじゃの、うん、分かったわい。ここ殺しちゃダメよ。神刀滅却。我ながら上出来。小刀さんはお休み。茶を出しておったようじゃの。わしらが茶を出して金を鳴らさんとの。その間に毒でも入れるかな。よし、茶の中に雲を入れたわ。ならずらかるぞ。はい先生。急ごう。お茶が沸きました。楽しいわね。静かにして。どっか奏でているぞ。おらえ方はめ、おのれ。中には何が入っていたの。ああ長年の痛みじゃよ。濃縮して引き出したやつじゃ。誰がやったのか分かったじゃろうよ。ヤブ様が殺された。暗殺者を見つけろ。警報か。火縄銃を試す時だ。いい考えじゃの。覚悟せい。足を使うかの。見張りがたくさんじゃの。あたりはすごい警戒状態だ。もうすぐ自由じゃよ。今は慌てんようにせんとな。あもうあまりないぞい。老骨にしみるの。情けは無用だ。本当に敵を見たのかよ。ここは危険だ。足跡だ。隠れても無駄だ。どこに行ったんだ。うえ。ようやく自由じゃ。危なかった。何もないぞ。本当に奴が死ぬのを見たかったんだな、爺さん。うん。人は選択をせねばならんのじゃよ。一年前にも一つしたの。もうすぐだ。ギリギリだぞ。迅速に動け。終わりだ。そうだ、素早く。
時じゃのう。素早く。みんないるか。ここです。うん、確かに。ってことは終わらせたんだな。ヤブは死んだ。影様への次なる手がかりを探す必要があるな。ああ、その心配はしとらんかったの。奴はまだわしらの方には現れんかもしれんの。奴に大打撃を与えたからの。とにかく無限のところへ帰ろう。よし、ではここから去ろう。